はい、それでは今回は北海道のグリーンアスパラを使ったアスパラのソテーの作り方のご紹介です。まずは下ごしらえです。アスパラの下3分の1のところの皮をピーラーで剥きます。はい、アスパラの下処理が終わりました。続きまして、このアスパラを、フライパンに、そのまま並べまして、オリーブオイルを注ぎます。塩を少々振ります。蓋をして弱火でじっくり火を通しましょう。ひっくり返して両面しっかり焼きましょう。はい、アスパラのソテー完成です。